で、この前の19歳経営者トゥメちゃんがほんまにトレジャーってかほんまに YG 好きな子だったんですよ。お食事会のね。これ結構あるあるらしいねんけど、YG ペンは YG に結構ボロカスいくんですよ。ボロカスいくんやけど、でも YG ペン以外に YG の悪口は絶対言われたくないって。これ YG ペンあるあるらしいな。だから局長とかね、外野の雑食税みたいな感じで、YG どこでとか。私たちは言うてもええけど、あんたたちはヤンサの悪口言うなっていう。これがあるらしいです。その、SM ペンみたいな、めちゃくちゃなプライドは別にあるわけじゃないんやけど。でもその、YG の悪口だけは絶対に、その、身内以外が言うなっていう、プライドあるみたいですね。あ、どこもそうじゃないと。いや、そんなことないで。だって SM ペンはハイブの悪口言うやん。かといって、ハイブ、YG は悪口言わないですよ、別にどこも。で、ハイブも、まあ、言われたら言い返すみたいな、SM ペンに。だから、SM ペン別にハイブペンに SM の悪口言われても、そんな大差ないんちゃう。JYP はね、結構孤独ですけど。だから、一番は YG ペンが健全というか、自分とこの会社に悪口言うけど、ちょっとブリンクは、海外ブリンク別な。あいつらおかしいから。ただ、YG ペンはそんなハイブにもボロカスいかんけどな。ってイメージやけどな。JYP ファンだけなんか、こう、端っこで。なんか、SM ファンの方がまたハイブに言ってるみたいですよと。私たちはちょっと関わるのやめましょう。で、SM ペンはめちゃくちゃハイブに言うんですよ。ブワー言って。で、ハイブペンはもう参ってるんですよ。こんなんなってて。で、それを見てる YG ペンはもっと SM 行っちゃってよと。私たちはもう行かないけど。いつだって時代は SM と YG だったんだから。私たちは直接言わないけども、SM ペンのみんなも言ってやっちゃいなさいよと。こんな感じです、ね。ポーズとしては。で、SM ペンがハイブに。入ってハイブペン、こんなんなって、で、JIP のファンも、私たち関わるのやめましょうって。で、YG ペンは SM もっと行ったれと。これの構図が多分 K-POP4 大事務所です。だから、SM ペンが一番やんちゃいけない。SM ペンが一番やんちゃないけど、SM ペンと YG ペンってね、やっぱ仲いいんですよ。やっぱお互い認め合ってる感じするんで、JIP はちょっとね、なんか、蚊帳の外な感じありますけど、YG ペンと SM ペンはなんだかんだ分かり合ってる感じしますね。ただ YG ペンが表だってあんま言わないってだけで。ハイブはちょっと、まあ、いろんな人いるからな。だって、海外アーミーとさ、アイリットのファンが一緒とか、なんかエスパのファンと NCT の温度感ってちょっとわかる、一緒なのわかるんですけど、海外アーミーとグリッドか、まあ、ピオナだってさ、温度感がやっぱちゃうやん。エナイプのファンとモアも全然温度感言うてもちゃうし、ハイブはほんまマルチレベルやからこそ、一人一人の、それぞれのグループの温度感、ちょっと事務所やからこうとかあんまないですね。海外で別枠や。だから、この前海外アーミーに推しが犯罪者にされました。これね、逆も知ってるんですよ。逆もあるんですよ。だから、海外のファン、海外のファンは、ちょっとカウントすんな、もう、どこもやばい気がする。人気グループやと。ナムジャグループのファン。あ、でもさ、ヨジャグループもやばいなの、今も。海外ファンはちょっと、いろんなのいるな。やばい奴らいる。JYP のでも海外ファンってそんなかもしれんな。人気の、まあ、スキズでもさ、スキズにもやばい人は全然いるんやろけど、あの人気具合、海外での人気具合と、やばさで考えたら、そんな比例しない気しますね。JYP やからかな。やばいやついる？その、高い位に攻撃する人はそんなに多くないんじゃないですか。身内でやばいやつは全然いるやろけど、高い位に攻撃しまくるみたいなのって人気グループあるじゃないですか、海外ペン。なんか、海外のステイが、どっかのグループ攻撃しまくってると、あんまり聞かないけど、あるんかな。まあ、やっぱ、まあ、どこも海外ペンはね、もうおかしいんで、そう、いい人らも多いけど、おかしいの多いんでね。なんでなのな。なんであんの、どこの国なのな。あんまり、どこの国ってあんま、ね、絞るのも良くないかもしれないですけど、まあ、東南アジアの、あの国なんじゃないかなって局長は思うんですけど、まあ、その人らだけじゃないからな、あれやけど。でも、これだけ言わして、ほんまに、タイの人らは優しい。この界隈にずっといますけど、東南アジア強烈なファンも多いですけど、タイのファンはみんな優しい。基本なんかもう、ゴゴ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 って書いてるだけで、結構平和です。でも、ゴゴゴゴゴゴのやつ、あれなんて読むんかな？あれなんて読むんですか？タイ語ではなんて読むかな？あれ。あの、わらわらみたいな感じですね。あれは、なんて読むやろな。ゴゴ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 って。ハーか。あ、ゴーハーって言うんや。そういうことか。ただ単に、はははって世界共通やから、はははははって言ってるんや。そうなんや。ゴゴゴゴゴゴって言ってる。ゴゴゴはおかしい。日本語やもんな。
でもなんかその感じでタイの語がなんかまた別にあってと思ったら、は、はーって読むから、はははーってしてるんよ。なるほど。だ日本のわらわらなんかわからんやから、W で。草生えるとか意味わからんだってあれ。草生えるも、多分、にちゃんとかそっから来てるんですか。なんか韓国のクククはさ、まあ、ははと一緒で、ちょっと屋根の下みたいな感じで、クククククみたいな。皆さん知らんかもしれんけど。クククもわらもわかるやん。草生える、わら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 みたいな。草ってなんすかそれ。にちゃん用語やねんな。笑いの和が W で、これ草っぽいから草が生えてる感じになってるな。あ、確かに深いな。私たちが普通だと思ってることが他の国にとっては異常なんだろうなと。日本のファンはやばいと思われてる。いやもう深いわ。もう絶対そうで、僕ら日本人ファン側からしたら、日本のファンってすごい優しくて、真面目で、みたいな。もう海外のファンはもうダメーとか言うてるやん。この場でもそうやん。でも実際僕らって K-POP 界隈の中で一番特殊で、海外ファンからしたら、ジャパニーズあいつらなんなんと、 K-POP ほんまに好きなんかいみたいなあるやろし、なんかいいこともあるやろけど、あいつらちょっとやばいよなと思うこともまああるんでしょうね。僕らがいいと思ってるだけで特殊やからな。確かに海外ファンからしたら激ヤバな時もまあありますよね。あ、でも一番 K-POP に恵まれてんのはまあどう考えても日本ですからね。まあ、間違いなく韓国よりもまあ恵まれてますよね。おそらく日本、韓国、アメリカかな。え？日本、韓国、アメリカ、アメリカ他ないかな？が多分 K-POP に恵まれてるな。恵まれて作手ランキング作乱というかわからんけど。まあ、間違いなく日本が一番 K-POP に恵まれてて、次韓国で、まあアメリカ。この多分ランキングじゃないかな。な、よしとされるからな。当たり前、そんな韓国のグループがなんでこんな、大事な日になんで日本行かなくちゃいけないんですかっていうのは当たり前でしょ。いや、これまたティーザーで聞いてな。これまたティーザーで聞いてもらいたいんやけど、キャッツアイまでも日本来るっていう。そうでしょと。あの、アメリカンドリームを事務所が掴みに行ったと思いきや、やっぱ日本がいいですねと。これパンピーディな。アメリカンビッグドリーム掴みに行きますということで、アメリカで一世一代の勝負出たら、結局やっぱ日本がいいんですよねと。どういうあれなの？キャッツアイが日本、アメリカでも、もうちょいあのやってからこうね、日本凱旋、凱旋ではないか、日本でやると面白いですけど。保険なんやろな、知らんけど。まあ、それはまた後日、キャッツアイの配信で。いいねんで、キャッツアイめっちゃいいねんで。だから、いいねんけど、ハイブすごいなっていうのがあります。